り。おや、ナビア城じゃないか。これはこれはどういう風の吹き回しだ。最近歌劇場で大活躍してみんなに深い印象を残したって聞いたぜ。なんだ、ずいぶんと耳が早いじゃん。俺も一応警察隊の一員だからな。それにしてもなんだその言い方。まるで俺が何かやらかしたせいでポア村長に厄介払いの出向をさせられてるみたいじゃないか。そいつはどうだろうね。何か特別な事情でもなきゃあんたの職場はとっくにここに戻ってるはずでしょ。別に戻ろうと思えばいつだって戻れるのさ。けどなんつうかポア村長には不思議な味ってもんがあるだろ。カーレスさんはポア村長を実によく管理してたんだぜ。スピナディロースらをそつなく運営してた上に俺が処理するはずだった面倒事もいろいろと減らしてくれた。それなのにここで帰ったらこんな楽に給料がもらえる職務を放棄することになるんだぞ。まあ雑談はここまでにして、そっちの二人はお前の友達かい？俺に何か用か？うん、こいつらは私の相棒でね。歌劇場の事件のことがあってからあれがパパの件と関係してるんじゃないかって思うようになったの。だから今パパの件を調べ直しててね。おお、そうだったのか。人が解けるってやつだよな。最初にこれを聞いた時は俺もかなり驚いたよ。もし当時の資料が欲しけりゃ何とかしてやろう。あんがと。あ、そうだ、あんた警察隊の警備ロボって動かせる？そりゃもちろんさ。ポア村長はでっかいからな。俺一人で手が回るはずもないだろ。なんでまたそんなこと聞くんだ。もし暴力に訴えて証拠を探そうってんなら俺は認めないぞ。いや、実はさ、つい最近街で警備ロボの集団に襲われたんだよ。しかも番号のついてない奴らにね。ね、考えてみたの。あんたが私に手を出したんなら警備ロボの番号を消せばやれちゃう話だなーって、そんなこと思っちゃったりして。違う？俺を誰だと思ってるんだ。そんな大層なことできやしないさ。動かせることと完全にコントロールできることは全くわけが違うからな。そうだな、例えるならシェフに料理を注文したら料理を作ってくれるだろ。でも肩を揉んだり井戸から水を汲んだりって注文には答えてくれない。そんなデタラメな要求をしたところでシェフに変人だと思われるだけだ。相手にされない。警備ロボの場合も似たようなもんさ。だいたいお前が言った番号を消すのだって実際にやるとなるとかなり面倒なんだぜ。しかも見ただけで簡単にバレる。つまりお前らの言ってる警備ロボは個人が所有してるもんだって断言できる。しかしあれはかなり高いからな。個人で所有するとなるとかなりの金持ちか権力者に限られる。あ、ロシの商売をしてるやつだったら確かにモラをたんまりと持ってるか。なるほどね。じゃあ私がここに宣言してあげる。あんたの容疑は晴れたってね。おっと、これはこれはナビア城に感謝しないとね。さて、冗談もここら辺にして調査がうまくいくことを祈ってるぞ。俺はまだしばらく町にいる。もし警察隊の支援が必要になったらいつでも俺のところに来てくれ。警察隊に関することなら何とか融通を聞かせてやる。でも誰にも言うなよ。スピナディロースらの特別待遇ってことでな。
こんにちは。本日はどういったご用件でしょう。マーセル会長と話したいから取り次いでくれる？ナビアが来たって伝えて。かしこまりました。少々お待ちください。どうもどうも、すまんな、待たせてしまって。年を取ったせいか足があまり言うことを聞かなくて。大丈夫、そう慌てなくてもいいって。歌劇場での出来事についてあんたと少し話したいの。あんた全部見てたでしょ？ええ、まったく。あれほど常軌を逸した場面など見たことない。あの時お前も歌劇場にいたのか？ああ、私はナビアと共にあのマジックショーを見に行っててな。まさかあんなことが起こるとは思わなかったが、君たちの素晴らしい推理も見させてもらったよ。実に見事なものだった。あの場所で水神様を論破するとは。今フォンテーヌ中の人間が君たちを話題に酒を飲んでることだろう。おい、なんかおつまみにされてるみたいで素直に喜べないな。すまんすまん。フォンテーヌとはこのような場所でな。仕方あるまい。みなお祭り騒ぎが大好きなのだ。どうか気になさらないでくれ。マーセルおじさん、あんたも気づいたよね。人が溶けたことにどんな意味があるのか。ああ、私はその場ですぐカーレスさんのことを思い出したよ。君たちは今あの事件の調査をしているのだな。ええ、証拠はまだあんまりつかめてないけど、相手が動き出したってことは間違いない。うん、というと？私に原始大海の水を飲ませようとした連中がいたんだよ。それにエリニュス島で番号のない警備ロボに襲われてね。もし相棒がいてくれなかったら、今頃こうやってあんたに会うこともできなかった。そうかしこまるなって。それにお前だってオイラたちを守ってくれただろ。はあ、ことが複雑になり始めているようだな。どうやらカーレスさんが望んでいた平和ももはや破綻寸前らしい。だが安心してくれナビア、少なくともポア村長はまだ安全だ。まずはそこに身を隠すといい。あそこにまで手を出そうとする輩がいたら、カブリエル商会が全財産を投げ打ってでも最後まで戦おう。アンガとマーセルおじさん、でももう隠れるつもりはないの。この勢いに乗じて畳みかけようと思っててね。ねえ、昔のあの事件のことなんだけどさ、なんか新しく気づいたことってある？それについては、すまない。年を取ってから記憶力が悪くなる一方でな、思い出すのも一苦労なんだ。確か当時パーティーを主催したのは私たちだった。だが私はずっとパーティーの事務で忙しくてな、客人と一杯楽しむ暇すらなかった。そうこうしていると例の銃声が聞こえたんだ。その後のことは君も全部知ってるだろう。うん、もう大丈夫、無理しないで。他にも手がかりがないかよそでも聞いてみるから。ああ、もしモラが必要になったら遠慮なく私に言ってくれ。私の財産は全てカーレスさんの恩恵によるものだ。彼の名誉を挽回できるのならいくらでもモラを捧げよう。カーレスさん、あんなにいい人だったのに。
香りで人を知ることができるというのは嘘ではありません。これで可能性のある容疑者3人と接触できたね。今の状況から見るに、みんな、いたって普通だったな。ま、これも想定内ってとこかな。だって、たった一度の会話で尻尾をつかめるほど甘い連中だったら、パパが何年もかけて調査することもなかったでしょ。とにかく、情報は少ないけど、一旦整理してみよっか。どこから始めればいいんだ？ああ、そうそう。さっきフローレントが言ってたように、カーレスが最初に銃を撃ったやつじゃないってのにはオイラも同意だな。ジャックの家族の話によると、彼は家を出るとき、もう正体がバレてるから他に選択肢はないって言ってたらしいね。私が思うに、パパを殺さないと自分と家族が全員死ぬことになるって上の連中に脅されてたんじゃない？じゃあ最初に銃を撃ったのはジャックってことか？へえ、どうして？そっか、自分が人殺しの道具として利用されてるのはジャックだって気づいてたはずだ。もし道具がその役目を終えたら使い道がなくなって、うん、つまりジャックのその時取った行動として最も可能性があるのは、殺人を犯すことなくパパに助けを求めること。そうなるね。でもこれはあくまで私たちの推測に過ぎないし、立証しようにも証拠がない。あとジャックの動機以外に警備ロボの件もかなり気がかりなんだよね。原始大会の水の秘密がバレてから向こうの動きに明らかな焦りを感じられるでしょ。まさかオイラたちが手がかりを追ってここまでたどり着くのをあの時すでに見抜いてたってことか？今の状況から見るに、黒幕はそこまで予想してた可能性が高いと思う。となると問題はマルシラックが絞った3人の容疑者のうち誰が警備ロボをコントロールできるかってなるね。ピエリ？なるほど、もしかしたら警備ロボを私用で使う手段を持ってるかもしれないね。でも警備ロボの話は本当っぽかったし、嘘をついてるようにも見えなかったかな。確かにそうだな。それにもし嘘をついてたら警察隊に行って調べれば一発アウトだし、どっかの警備ロボがなくなったらすぐに足がつきそうだしな。マーセルおじさん？うん、確かにパパは彼のことをかなり信用してたし、生前はいろいろと協力してた。そのつながりがあればジャックの正体を知ることだってできたかもしれない。それにカブリエール商会の財力なら警備ロボも十分な数を買えるはずだし。でもちょっと想像できないかな。マーセルおじさんは私が子供の頃からずっとそばにいてくれた人だし、しかも、もし彼が黒幕だったら、ずっとモラと労力をかけてロシの商売を自分で妨害してきたってことになるでしょ？フローレント？確かに彼はパパと一番親しいし、ジャックの正体を知るのに最も難易度の低い立場ではあるけど、ギャングの参謀として、人事と治安に関する事務を担当してるから財務には関与してなかったはず。ほもほも、つまり簡単に言うとあいつはあまりモラを持ってないってことだな。そういうこと。
あれだけの警備ロボを一気に送り出すなんて難しいと思うよ。はあ、まったく誰が黒幕なの。確かに、そう考えると一番可能性があるのはやっぱりマーセルおじさんかな。容疑者を絞りすぎたって可能性はないか。マルシラックのやつがあいつらに目をつけた時、人が溶けるっていう事実をまだ知らなかっただろ。うんうん、マルシラックはかなり慎重なやつなの。理由もなく容疑者を排除したりしないと思う。彼が判断した根拠もちゃんと筋が通ってるしね。スピナディロースらの動きを把握し、警備ロボを利用できるほどの財力を持っていて、かつ思慮深く先を見通せる人物。心の中でどんだけ否定しても、この推理は疑いようがない。推理とか推測ばっかしてても、話は進まないと思うぞ。それに、オイラたちにはまだ、あれが残ってるだろ。そうね、準備もなしにあそこを探るのはリスクがかなり高いってマルシラックが言ってたけど、今はもうそこを調べるしか方法がないかも。私たちが持ってる情報では犯人を告発するのに不十分だからね。ラビア城、ここにいたのか。ずっと探してたんだぞ。あれ、警察隊のやつじゃんか。どうしたんだよ。それがお前らが去ってすぐエリニュス島から知らせが届いてな。何でも審判がまた行われるらしいぞ。そんな騒ぐようなこと。あそこは審判のために作られた場所でしょ。いや、肝心なのは審判を受ける人の方でな。タルタリアっていうファディの執行官って話だ。どうしたの、まさか知り合い。知り合いどころか、むしろ腐れ縁ってとこだな。今度はそいつが連続少女失踪事件の犯人として告発されたみたいだ。お前らはどう思う。どう考えてもおかしな話だろう。なんでそんなことに。その人って私たちの調査とは全く関係なかったでしょ。だよな、俺もおかしいと思ったから急いでお前らに知らせに来たってわけさ。もし彼に対する告発が有罪になったら、過去の事件を調べようにももう警察隊が応じてくれなくなるかもしれない。うん、犯人が見つかったことになるからね。そうなりゃカーレスさんの冤罪を晴らすのが今よりもずっと難しくなるはずだ。わかった。相棒、あんたはどうしたらいいと思う。私たちにはまだ確たる証拠はないけど。そうだな、手分けって。さすがは私の相棒、自信たっぷりじゃん。連続少女失踪事件に関係する審判だし、黒幕側もきっと歌劇場に集中してるはず。この状況なら他に気を配る余裕もなくなってるだろうね。まさに絶好のチャンス。よし、決まり。私は歌劇場に行って時間を稼ぐよ。そのためにはまずはこっちも黒幕を告発しようと思う。でも今の手がかりだけじゃ勝つなんて夢のまた夢だから、待ってるよ。あんたが決定的な証拠を持って私のところまで来てくれるのをね。うん、お前が審判でオイラたちを助けてくれた時と一緒だ。お嬢様、私たちも同行させていただけないでしょうか。こちらの準備は整っています。マルシラック、
シルバー、あんたたちどうしてここに？お嬢様がポアソン町から離れるのを見て助けが必要だと思ったのです。私たち二人がお嬢様のそばにいれば多少なりとも安心感を得られるでしょう。アンガトね。じゃあ早速行こっか。パイモン、旅人、歌劇場で待ってるから。うん、約束だ。ナビアも言ったし、オイラたちも早速行動しようぜ。目的地はマップに載ってるから、とりあえずそこに向かってみよう。情報によると、ロシを作ってる場所は水中にあるみたいだ。行こう、入って探そうぜ。場所に入れるのか。全然目立たない場所にあるんだな。それもそうだな、かなり重要な場所だし、何かしらの防衛手段や仕掛けで守られてると思うぞ。今頃きっとナビアは激しい討論を繰り広げてるだろうな。オイラたちの時間を稼ぐために。どうやら質問をもう一度繰り返す必要があるようだ、タルタリア殿。連続少女失踪事件の容疑について、その告発を承認するか否かお答えいただけるかね。正直、君たちのその複雑な審判の手続きも、どうして俺に訳のわからない罪を着せようとしてるのかも、こっちはよく分かってないんだけど。でもまあ、告発された人は決闘で身の潔白を証明できるんだろ。つまり俺がこの罪さえ受け入れれば、決闘代理人のクロリンデと全力で戦えるってことだ。そうだよね。実にありがたい申し出だ。以前個人的に彼女と戦いはしたけど、向こうは明らかに全力を出してなかった。だから全然楽しめなかったんだ。ふん、立場をわきまえたらどうだ。君は容疑者、ここは君が喧嘩するためにあるんじゃないんだからな。へえ、
どうやら水神様は俺に歌劇場のルールを教えようとしてくれてるみたいだ。じゃあ試してみるかい？血湧き肉踊る戦闘の中で勉強する方が俺は得意でね。え？違うぞ。僕はそういうつもりじゃ。どうやら我々の意思疎通にはやや困難があるようだ。これでは話もなかなか進まん。ならば今一度説明させてもらおう。この審判の目的は連続少女失踪事件の犯人を見つけ出すことであり。その件は彼と関係ないよ。犯人は別にいる。え？どういうこと？どうしてまた彼女が？ほら言っただろう。犯人がファドゥイの執行官のはずないって。ナディアさん、これで2度目だ。前回は重要な証人を連れてきたがゆえにその行為を見逃したが、決してそれは秩序にのっとったやり方ではない。今ならば君を審判侮辱罪で裁くことも可能だと知れ。まさかこの法廷の茶番に少しでも私が敬意を払ってると思ってる？ま、それも重要なことじゃない。あんたと言い争う必要なんてないからね。私が言いたいのは、連続少女失踪事件の真犯人を今から告発するってこと。私の告発が成立したら、そっちのタルタリアさんはもちろん無罪になるんでしょ？へえ、俺の罪を晴らすために自ら飛び込んでくる人がいるとはね。実に面白い。まあ、俺も正直に言うと、こんな面倒な規則にうんざりしてたところなんだ。では、お言葉に甘えさせてもらおう。さて、しばらくは俺の出番がなくなったってことで大丈夫かな？大審判官閣下。しばし観客席に座っているといい。だが、タルタリア殿。容疑者から外れたわけではないことを夢忘れぬよう。ではナビアさん、告発したいものを述べよ。それは、カブリエール商会の会長マーセルよ。何紹介って言った？聞いたことないけど。一応知っちゃいるが、そこってスピナディロースらの姉妹組織じゃなかったか？まあ、身内の反目ってやつね。念のため説明させていただく、ナビアさん。告発とは非常に厳粛な行為であり、相応の責任を背負う必要のあることだ。仮に告発により有罪判決が出なかった場合、君は場合によって武国の罪が課せられることになる。それを知ってもなお告発を。もちろん。ではここに告発が成立したことを宣言する。ナビアさん、そちらの代理人たちと共に然るべき場所に着きたまえ。そして警察隊、マーセル殿に出廷するよう通達せよ。被告人マーセルよ、代理人は必要ないということでよろしいか？ああ、申し訳ない。突然すぎて何が起こったのかまだ把握できていなくてな。多分必要ないだろう。ナビアもきっと何か勘違いしているに違いない。よかろう。これで審判にあたる双方の人員が全て揃った。さて、原告側から主張を述べたまえ。この件は3年前の不義のカーレスの事件まで遡る必要がある。あの事件の真相を解明してからようやく連続少女失踪事件の全体像が見えてくるの。まさか私がカーレスさんの件の犯人だと思っているのか？私には全く動機がない。カーレスさんは私の恩人だ。しかも当時私は君と一緒に銃声を聞いて外に駆けつけたじゃないか。私を容疑者とするのなら、あの日あそこにいた全員に疑いがあるはずだが。その話、
そう急いで議論する必要はないんじゃないか。観客たちだってあの事件に詳しいわけじゃないだろう。この僕でさえよく覚えてないし。ええ、おっしゃる通りです、大審判官。この場にいる全員にあの事件の経緯を思い出してもらってから説明したいんだけど、それでもいい？よかろう。では当時の出立艇による調査結果を私が一から説明させていただこう。事件当日、スピナディロースらは賓客と共にカブリエール商会が所有する郊外の荘園でパーティーに興じていた。このパーティーの最中、屋外より2発の銃声が響き、それを全ての賓客が耳にしている。その場にいる者たちが駆けつけると、容疑者であるカーレスは銃を手にしていた。一方、彼と面会をしていたはずのジャックは凶弾に倒れ、死亡が確認されている。警察隊のメンバーによる現場検証によれば、カーレスが手にしていたもの以外に銃は見つかっていない。故に容疑者の放った弾丸は1発目が外れ、2発目でジャックを殺害したという結論に至った。なお、これら内容はいずれも容疑者に否認されておらず、本人による反論もなかった。その代わり、決闘で己の名誉を守ることを容疑者は選んでいる。そして、かの決闘で容疑者は決闘代理人クロリンデに敗北し、命を落とすこととなった。以上が当時の事件のあらましだ。殺人をしないといけない状況にあったのはパパじゃなくてジャックだったはず。でもジャックにはそれをする理由がなかった。2回の銃声が響いた真相は、1発目がジャックに撃たれた時の音で、2発目が銃を奪ったパパが第三者を殺そうとした時のもの。でも黒幕は第三者が水に溶けるよう手を回していた。だからその痕跡が見つからなかったんだよね。大審判官、説明ありがとう。過去の状況から見るに、今の推論は最も可能性が高いものだと言えるでしょうね。でも原始大海の水が人を溶かすと知った今なら、状況は大きく変わってくる。やっぱちょっと違うような気がする。もう少し考えないと。ジャックの家族の証言によると、当日の彼は確かにパパを、カーレスを殺そうと考えてた。ただ彼は結局そうしなかった。逆にカーレスに全てを打ち明けて助けてもらおうとしたの。当然黒幕側もこうなることをとっくに予想してた。だからもう一人の刺客を送ることにしたんだと思う。やっぱちょっと違うような気がする。
もう少し考えないと。その人物はまず銃でジャックを殺害し、次にカーレスを殺そうとした。でも逆にカーレスに銃を奪われたの。事件現場には服がいくつか残されていたの。それはジャックが変装して人目を避けるためのものだと警察隊員は以前そう認識していた。けど今にしてみると、あれこそ現場に第三者が存在していた証。犯行時に人が溶けたことを意味する証拠だと思うの。そしてさらに、あの日は雨が降っていた。つまり溶けた人の痕跡を隠蔽するのも容易だったというわけ。容疑者はさぞほくそ笑んでたでしょうね。そして黒幕はその3人目を水で溶かし、ついでに濡れ衣をカーレスにかぶせたってわけ。これこそがあの事件の真相よ。そういうことだったんだ。つまり原始大海の水っていう危険なものがもう何年も前から使われてたってこと？実に理にかなっているな。これでカーレスさんとジャックさんの動機にも説明がつく。そもそも互いに手を出していなかったと。被告人、今は原告側の主張に対する反論のみを発言していただきたい。いや、私はただナビアの言うことはもっともだなと感心してな。しかしさっきの彼女の話には私を直接指す内容はなかった。では僕から質問していいかな。僕が思うに問題点は主に2つ。1つ、君のその推理だけど、それを証明する証拠はあるのかい？申し訳ありません、証拠はまだないんです。証拠もなしにペラペラと喋ってたの？今はまだないけど、証拠を見つける方法はあります。あの日現場に残されていた服をちゃんと調べて身元を洗えばきっと。それに当日行方不明になったものの記録を調べれば何かしらの収穫を望めるはずです。あの時すでに少女失踪事件は起きていました。警察隊も失踪者が少女かどうかに関わらず手を抜くことなく調査に当たっていたと思います。なるほど、僕もそれには同意する。ヌビレット、この線で調査したら何かわかるかもしれない。なんだか今日のフリーナ様、いつもと様子が違わない？また恥をかいてしまわないかと内心怯えていらっしゃるのでしょう。もしくは先日危うく他人に濡れ衣を着せてしまいそうになったので、より慎重かつ真面目になっているのかもしれません。僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？もし真相が本当に君の推理通りのものだとすれば、カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、少なくとも審判の際に抗う余地はできたんじゃないかな。その点については私も考えたことがあります。でも答えは簡単。そうしたくなかったからです。連続少女失踪事件の犯人にとって、確かに原始大海の水が持つ力はとても重要な秘密でした。パパは、カーレスは、それを暴露することも隠すことも選択できたのは事実です。けどあの時スピナディロースらは情勢が不安定で、カーレスの人望も地に落ちてる状況でした。そんなタイミングでこれほど重要な手がかりを公にしても、犯人を引っ張り出せるとは限りません。私を守ることは絶対に無理だってパパは分かってたんです。当時お嬢様が少女失踪事件のターゲットとして選ばれてしまったと、そうボスからお聞きしております。なんだって？
原始大海の水の秘密を公にすれば、数年前から犯人とスピナディロースらの間で激しい争いが勃発していたはずです。そうなってしまえば、私だけでなく組織のみんなも危険にさらされてしまいます。けど仮にそんな状況になったとしても、警察隊は事件の真相を明らかにできたでしょうね。そしてきっとスピナディロースらは無実だと公正な判決を下してくれてたと思う。でもその公正に何の意味があるんです？誰を守れるというの？その公正さにこの歌劇場に少しでも正義を期待できるのなら、パパはそもそもスピナディロースらを立ち上げるなんてことはしなかったはず。けどその秘密を隠すことを選べば、互いに弱みを握ったまま睨み合いの状態を維持できます。私がスピナディロースらのトップになれば、連中はますます私を消すことが難しくなる。より時間を稼げるようになります。そして全ての真相を明らかにし、準備を整えるんです。この歌劇場ではなく、この私が真実と名誉をパパに返すの。つまりカーレスはわざと死を選んだと君は主張するんだね。そうです。証拠は？もちろんあります。他でもない、パパの決闘相手だったクロリンデです。あんたの謝罪も、あんたの自責も、あんたの世話も私には必要ない。私に負い目を感じる必要もない。でもパパに頼まれたんでしょ？だったらあんたはその期待を裏切るべきじゃない。ふむ。では決闘の時、カーレスが死を望んでいるように感じたかい？はい、感じました。決闘代理人として、私は数えきれないほどの戦いを経験してきました。不名誉な者の命もこの手で数えきれないほど処してきています。様々な人の生命への渇望もこの目にしてきました。燃えたぎる者、揺るぎない者、狂気じみた者、歪んでいる者、それゆえ私には一目でわかるのです。生を求める人と死を求める人の違いが、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。カーレスさんは生きようとする意志を持っていなかったと。ならば僕から他に質問はない。どうやら過去のあの事件は本当に再調査する価値があるようだ。私も同感だ。だがナビアさん、この事件と君が告発する者の関係性を我々はまだ聞いていない。確かにそうだな。さっきの推理は見事だったけど。あれ、少女失踪事件の話じゃなかったっけ？もちろんあるよ。この2つの事件の関係性はタイミングにあるの。当時この事件で黒幕はジャックとカーレスの両方に死んでもらう必要があった。だから銃声を2回聞いてから手を出してる。そしてリネのあの審判の最後でも、黒幕は身分が露呈しかけた時になって警察隊員をみんなの前で溶かした。つまりタイミングが良すぎるのよ。あれほど完璧なタイミングで犯行に及ぶなんて、現場に本人がいない限りできることじゃない。3年前のパーティーも、この間のリネに対する審判も、2回とも現場にいた人物こそがそこのマーセルってわけ。なんだ、そんな理由で私を疑っていたのか？それを聞くと少々冗談が過ぎるように感じるな。だがもう慣れたよ。ナビア、君は小さい頃から衝動的になりやすかった。それに感情に振り回されやすい。まあそれもまた君の可愛いところではあるがな。今さら昔の話で動揺を誘おうとて無駄だ。先ほどの推理について上げ足を取るつもりはないんだが、それが真実であれば2回とも現場にいたのは私だけじゃないはずだ。それにだ、
現場にいなかったものであってもタイミングを測る方法はあったかもしれない。例えば遠隔による監視手段がないとも言い切れないだろう。それは確かにそうだな。これには反論できないだろう。もしかしたら今君はこう思ってるんじゃないか。もう少し調査をして容疑者の範囲を狭められれば私も反論の余地がなくなるんじゃないかと。一番可愛がっていた子に父親の殺人犯として告発されてしまうとはな。誰だって失望せずにはいられないと思わないか。だが真剣に相手をしなければ君を軽く見たと思われるかもしれん。仕方あるまい。ここは授業をするつもりで君に教えてあげよう。さて先ほどの推理の中で最も重大なミスがどこにあるか君はわかるかい？どこ？君が言ったのと同じさ。タイミングだよ。私は商人だ。商人というのは商売をするものであり、当然そこに少女を失踪させる動機なんてものはない。この件は利益をもたらさない上にリスクも高いのだよ。私は若い頃故郷であるスネージナヤを出てポワ村長に小さな商売をしにやってきた。その後カーレスさんの支援のおかげでようやく軌道に乗ることができたんだ。しかし私がフォンテーヌを訪れる以前から少女失踪事件はすでに発生していただろう。申し訳ありません、お嬢様。私の調査に穴があったようです。いや、あんたのせいじゃない。これもきっと彼が事前に用意してた言い訳のはず。さあ、まだ何か言いたいことはあるかな。そうだ、営業申請の日付と最初に少女失踪事件が起きた日付を見比べてみるか。それでも足りないというのなら私の入国記録を調べてもいい。もしくは私の故郷スネージナヤに行って私がいつ離れたのかを親族や友人に聞いてみるのもいいだろう。それだけ調べれば君の心にある行き場のない悲しみも少しは和らげることができるんじゃないか。無実みたいね。となると今度はナビアが布告罪に問われることになるわ。カーレスさんが当時考えていたことについて君の推理は非常に行き届いていると私は思う。だがこうして君が今やっていることこそ彼の期待を裏切っているのではないのだろうか。君がもっと理性を持って冷静に対局を見れるようになることを彼は期待していたはずだ。だというのに今の君はただの独りよがりでしかない。そんなこと彼は望んじゃいないだろう。衝動に駆られることなく他人のためを考えられるようになってようやく君は父親の期待に応えられる。そう思わないか。これは元から私一人だけのことじゃない。とっくの昔からそうだった。この事件に巻き込まれてしまった数多くの被害者と私の間に大きな違いがあるとしたら、それは私には真相を求める力があって、今の彼らにはもうないってこと。ロシのせいで家族を失った人、死んでしまった人、連続少女失踪事件で最も愛する者と別れた人、正義感ゆえに粛清された人。私の頭の中にはいろんな人の名前が思い浮かんでくる。ここに座ってるみんなも誰かしらの名前が浮かんできたでしょ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。
を盤石。薬も毒になりえね。そのための道がないな。周りを探してみようぜ。先に進むためのギミックが隠されてるかもしれない。裁きの雷治療しないとな。難攻不落。逃げ道はありません。言ってるで。いざ。
人魚盤石。見切りました。ようやくは罪なし。やっやっ、花火見えひん。ふっ、バキー、はい、さっさはーに。やっ、バキー、ふっ、やっ。天道、ここにある。難攻不落。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。やっはっはっふっ、ストップ。裁きの雷。
ためにこんなにたくさんの実験を。何回も溶かすうちに方法が見つかると思ったのか。どんだけ狂ったやつだよ。あれ、それってお前が噴水のところで聞いた名前だろ。おいら覚えてるぞ。確かそいつは溶ける瞬間を目撃してたんだよな。え、バシェが実験者？この実験をやってたやつってことか。そうだったのか。つまりバシェは被害者なんかじゃなくて、あいつは自分の手で恋人を。あれ、違うな。それだと救おうとしてる意味がわからないぞ。おう、とりあえずメモしとこう。すごく目立つ池があるぞ。水でいっぱいだ。ああ、ここってロッシを作るための場所だし、この池の中にあるのは全部原料だろうな。普通の水で薄めればロッシになって、そのまま使うと人を溶かすことができる。よし、オイラがメモしとくぜ。どれどれ、何が書いてあろうとこの名探偵パイモンの目から逃れられないぞ。カーレスって、これナビアのお父さんだよな。あいつに関する調査レポートみたいだぞ。何何、あ、うん、確かにお前の言った通りだな。ジャックとカーレスを誰かに殺させようとしてる。ジャックが任務を遂行するとは思えないからって。これって例の第三者が存在してた証拠になるよな。どれどれ、カーレスがギャングのメンバーに伝えた重要な情報についてはまだ調べがついていない。あの老犬はどこまでも手強い奴だ。仮に奴が本当に約束を守ったとしても、主導権はまだ奴の手にある。奴が我々をどうにかしようとすれば、いつだってこちらに牙を剥くことができるというわけだ。唯一の解決策は、あいつを消すことのみ。ああ、確かにそうだ。なら人を送って奴を殺そう。ナビアにさえ手を出さなければ老犬は人を噛んだりしないはずだ。手紙でのやり取りの一部みたいだな。まったく大悪党ばっかだぜ。証拠としての価値がありそうなものは一通り見れたな。事件の真相はオイラたちが推理してたのとかなり近いみたいだけど。そうなんだよな。バシェが一体何者かについては教えてくれるものが一つもなかったぞ。通りでヌビレットも調べられなかったわけだ。黒幕はきっとバシェの身分に関連するものを全部消したんだろうな。そうなるとここの手がかりを持って過激場に行っても真犯人を暴くことなんてできないぞ。あう、オイラだって降参するつもりはないぜ。
証拠がないにしても、おやつくらいあってもいいだろう。ベニールって、これ、バシェの恋人の名前じゃんか。じゃあ、お前の手にあるのは、あいつのノートってことだな。どれどれ？ただの恋人との日々を書いた日記か？内容が甘々だから、余計にこいつのことがかわいそうに思えてきたぞ。名前がいっぱい書いてあるな。一ページ丸々埋まってるぞ。しかも全部消されてるし。どれも満足できなかったってことか？最後に決まった名前は、マーセルだって？いやいや、マーセルってあんなに歳を取ってるだろ？あいつがバシェとベニールの息子って、少女失踪事件ってそんなに歴史が長かったのか？おいらまだ理解できてないぞ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。待たせたな、ナビア。さすが私の相棒、タイミングバッチシ。このような秩序を乱す行為、一体何度繰り返せば気が済むのだ。別にいいさ、ヌビレット。それほど自信があるみたいだし、さぞ決定的な手がかりを見つけたんだろう。君こそがバシェだからだ、マーセル。お前の拠点を調べさせてもらったぜ。オイラたちにはもうお見通しだぞ。お前は溶けてしまった恋人のベニールを取り戻すために、次々と女性に目をつけては人体実験を行ってた。さらにお前はマーセルっていう身分をでっち上げて、バシェに関するあらゆるものを処分したんだ。なるほど。歌劇でさえこれほど冷酷な悪役はいないだろうに。だとすれば、これでマーセル君の動機についても説明がつく。さっきあんたが言ったタイミングの理論もこれでおのずと破綻したね。マーセル、あんた自分が何で負けたかわかる？ずっと失った恋人を見ているだけで、他の人に目もくれなかったからよ。だからあんたは私たちの変化に、私たちの成長に気づけなかった。ゆえにボスが抱いていたお嬢様への期待も読み取れなかったのです。それに我々の決意もな。君たちの決意だとは。被告人、反論があればできるだけ早く述べてくれたまえ。でなければ審判を次の段階に移させていただく。私にそんなことをする気持ちがあったと思うのか。君たちに目もくれなかっただと？どうして私が目を向ける必要がある？君たちの方こそ私のことを見ようとしたか？私のこの苦しみを経験したことがあるか？最愛の人が
目の前で溶けていくあの光景は、それを見ていることしかできなかった経験は、誰も私を助けてくれない、私を信じてくれる人もいない。数十年前、出立帝の者でさえ私にこう言った。人が水に溶けるなんてありえない。私は不慮の事故にあったから混乱しているのだと。ベニールの死はこうもあっさりと君たち全員に流された。今になってわかっただろう、あれが本当のことだったと。だがもう遅い、一度溶けた人はもう戻らないのだからな。全て貴様らのせいだ。こんな見栄えだけの審判で正義を追求し茶番を求める、一般人の苦痛にまるで見向きもしない。ベニールが死んだんだぞ、彼女と約束したのにだ。どこへ行こうとも一緒だと、そう約束したのに。ずっとこの約束をたがえることなどなかった。だが私はフォンテーヌ人じゃない、私は解けないんだよ。おい、マーセルが飲んだのって原始大会の水か？私は解けない、解けないんだ、解けないのだよ。見たか、いけないんだ、私はあちらへ行けない。だったら何とかして彼女を連れ戻すしかないだろう。だというのに、結局最後はあの老犬カーレスにしてやられるとはな。一生をかけてこんなにも用心深くやってきたというのに、あいつのバカ娘にとどめを刺されるとは。被告人の精神状態が少々不安定なようだ。警察隊、彼を取り押さえろ。来るな、誰も近づくんじゃない。私はベニールを救うんだ、まだ彼女との約束が。ベニール、ベニール、ああ、私を責めないでくれ。どうしても私たちの約束を果たしたかったんだ。どうやらこの審判も結果が出たようだな。ナビアさんの告発が成り立った今、タルタリア殿への告発も無効となる。ああ、気にしなくていいよ。最初は少し興ざめだったけど、こうして見事な討論を見れたからね、気分もそう悪くない。では連続少女失踪事件の全貌を振り返る前に、旅人殿、証拠品を警察隊に提出してくれたまえ。被告人マーセル、本名バシェは、恋仲にあったベニールと冒険者として行動を共にしていた。だがとある水中での探索において、ベニールは不用意にも原始大海の水に触れてしまう。そしてバシェの目の前で彼女は溶けてしまった。バシェは人の助けを借り、原始大海の水という存在を知る。それからは女性を拉致し、ベニールを元に戻そうと研究に明け暮れた。さらに犯罪者の身分を隠すため、彼はマーセルという偽名を名乗り、ポワソン町で商売を始めた。研究の過程で彼はあることに気づいた。希釈された原始大海の水には人を高揚させる効果があると。それに目をつけた彼は露紙の密売を始めた。だが資金を貯めながら研究を続ける中、スピナディロースらとの間に衝突が生じてしまう。長きにわたる表と裏の争い、抗争を経て、彼はあるパーティーを利用した犯行を目論む。そう、スピナディロースらのボス、カーレスの暗殺だ。最後の段階で想定外のことが起こったものの、彼は実行犯を溶かすことでカーレスに殺人の容疑をかぶせた。そしてつい先日のこと、バシェは似たような手口で少女失踪事件の罪をリネに着せようとしている。だが
その計画は失敗に終わり、原始大海の水の効果も露呈することとなった。その一件を機に彼もまたほころびを見せ、こうして告発され罪を問われた。謎に包まれていた連続少女失踪事件も、これにより真相が白日のもとにさらされたというわけだ。では、被告人馬氏の容疑について、これより有識に最終的な判決を下してもらう。輸出裁定カーディナルの審判結果により、被告人馬氏は有罪だ。警察隊、馬氏を連行しろ。ブラボー、当然の裁きよ。これで連続少女失踪事件も終わりか。私たちって歴史を見届けたことになるんじゃない？まさか真犯人があんな真面目腐った顔のやつだったなんてね。やったぜ、オイラたち役に立てたよな。あいつは罪のない人をたくさん傷つけてきたんだ。これでやっと相応の報いを受けることになるな。あれ、どうしたんだ？お嬢様、お手柄です。ボスが待ち望んだ日がついに訪れました。お嬢様、これからは今までのように気を張らずに済むでしょう。そうね、やっと終わった。あんたたち、それと相棒のおかげでね。パパ、スピナディローズラは私が引き継いでからもちゃんとやっていけてるよ。さてと、実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり冤罪も晴れた。めでたしめでたしだ。こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね、お先に失礼させてもらうよ。いや、少々お待ちいただきたい、タルタリア殿。ん？まだ何かあるのか？てっきり俺はもう用済みかと思ったけど。こたびの一件はタルタリア殿に起因している。審判の工程に従えば最後に罪の裁定を行わればなら。おいおい、まだそんなことをする必要があるのかい？犯人も捕まったことだし、俺みたいな脇役はもう退場する時間だと思うけど。フォンテーヌの法律を尊重していただけると助かる。これは今日まで守られてきた規則だ。はいはい、わかったよ。まったく面倒だな。俺はあの台に立てばいいのか？何をするか知らないけど、さっさと終わらせてくれよ。こたびの事件の公開審判を経て、タルタリア殿は連続少女失踪事件とは直接関係がないと判明した。犯人は他にいるため、タルタリア殿は無実だ。では最後に輸出裁定カーディナルに判決を下してもらう。輸出裁定カーディナルの審判結果により、タルタリア殿は有罪。なんだって？おいおい、こんな冗談面白くないんだけど。さっきまで俺のことを無罪だって言ってただろ。なのにこの結果はなんだ？その機械故障でもしてるんじゃないのか？こんな状況初めてよね。ユシキが最高審判官と違う結果を出すなんて。ファドゥイの執行官ってことはきっと悪事を重ねてきてるだろう。ユシキも多分彼の他の罪を見抜いて正義を執行しようとしてるんじゃないか。けど今は連続少女失踪事件の審判でしょ。この件と全く関係のない罪があったとしても、今裁かれることはないんじゃない？輸出裁定カーディナルの判決に準じて有罪とする。警察隊、規定の手順にのっとり
任務を遂行せよ。フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう。冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。すまない。このような状況は私でさえ初めてだ。だがフォンテーヌ法廷が当初定めた規則により、判決は由式が示した結果に準ずる。現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それに由式がこのような結論を出した理由なら、私よりも尋ねるべき者が他にいるだろう。君たち、どうして僕を見るんだ？こんなの僕には関係ないぞ。僕だって、なんでこんな状況になったか知らない。もう、僕のことをじろじろ見るなよ。フリーナ様、それはどういう意味です？あの方も理由を知らない？ありえないだろ。意識はフリーナ様が作ったんだよな。そうよ。ねえ、この判決って本当に正しいの？こんな適当なのが正義と呼べるのかしら。古本、紳士淑女の諸君、まさか事実無根の誤審をしてしまったと思ったのかい？先ほどの判決が誤っており、想定外のものだったと。よもやこの僕さえも実情を知らないと思ったわけじゃないだろうね。たく、さっきまで明らかにそんな感じだったじゃんかよ。このようになったからには説明しないといけないようだ。皆の衆、先ほどのは全てドラマ性を最大限に引き出すための演出に過ぎない。そう、僕の演技も含めてね。どんな劇であろうと、脚本なしには存在などできないだろう。つまり、全ては僕の想定内というわけさ。由式こそが正義であり、その概念の決心。理由のない判決など、決して下されはしない。タルタリアが連続少女失踪事件と全く無関係と思い込んでいるのも、虚無の上辺に両目を惑わされているだけ。彼が手を染めてきた行為の全てとその危険性は、どれも計り知れないものだ。許されざるものであると知れ。答えは時間が証明してくれる。いずれ僕の思慮深さを、今日の判決の妥当性を理解するだろうさ。はっはっはっは。さて、謎が残されて気になるところだろうけど、今日のショーはここで一区切りといこう。最初に退廷するのはもちろん主演であるこの僕だ。それではまた会おう。結局逃げることを選んだか、あれは。つまり、さっきの水神の話は真に受ける必要ないんだよな。うん。彼女はメンツを保つためにああ言ったのだろう。この件について具体的な原因はおそらく
彼女自身も把握していない。だが安心するといい。引き続きこの件は私が個人的に調査する。先ほど約束したように冤罪であれば必ず明らかにしよう。おう、タルタリアのやつが少しかわいそうだけど一応信じてやるぞ。ま、タルタリアも悪いことをいっぱいしてきたわけだし、いつかこんな日が来るって多少は心の準備をしてたんじゃないか。ヌビレット、さっきお前がタルタリアを取り押さえた時に見せた力、お前って一体何者なんだ？ふん、ご存知の通り私はフォンテーヌの最高審判官だ。法を執行する者はそれ相応の力を持つ必要がある。でなければ正義を語ろうにも空論になってしまうからな。